WWS チャンネルをご覧の皆様、はじめまして。ミスユニバーシティ2021神奈川代表の安川のどかです。本日は東京都江戸川区一之江駅前にあるイルニード歯科さんにやってまいりました。一之江駅前イルニード総合歯科グループは本院と分院の2院があります。分院はお子様が遊べるキッズスペースも併設しており、お子様がとても通いやすい歯科院となっております。本日は分院の方を紹介していきます。行ってきます。早速院内にやってまいりました。天面木目調でとても開放感があり、とてもおしゃれなカフェみたいです。本日は歯科衛生士の羽賀さんに紹介をしていただきます。羽賀さん、よろしくお願いいたします。はい、歯科衛生士の羽賀と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こちらがキッズスペースです。はい、とても天井が高く明るく、とても病院とは思えない雰囲気です。当院はお子さんの歯並び治療に力を入れています。お子さんの歯並びを治すためのトレーニングなどをこちらのスペースを使って行っております。こちらが歯科用 CT です。虫歯や歯周病の診断というのも、細部まで確認が行えるというのが特徴です。インプラント治療を受ける方は必ずこちらで CT 撮影を行っております。とても大きくてハイテクですね。こちらが診療室です。はい、とてもおしゃれですっきりしていて今風ですね。また歯医者さん特有の匂いがしないのもすごいと思います。歯医者さんの匂いがお嫌いな患者様のために匂いが出ないように工夫をしております。細部までこだわられているのですね。はい、こちらが、口腔内スキャンになります。こちらの口腔内スキャンを使って、スキャニングをお口の中させていただきます。最新式のマウスピース矯正を、作成することができます。はい、すごい最新設備ですね。私もこれからこの口腔内スキャンを体験させていただきます。安川さんの、口腔内、スキャンを取った結果がこちらになります。こちらの歯並び、安川さん以前矯正をもうされているということなので、大変綺麗ですね。はい、ありがとうございます。若干ですけど少しズレがあるので、それをちょっとこのコンピューターで AI を使わせてもらって、こちら、綺麗に歯並びを直しました。ほぼほぼ大丈夫なんですけど、ちょっと歯並びがずれてるところは、こちらのシミュレーションで直しました。ちょっと安川さん歯並びもともといいのであんまり大きな差はないように見えますけど、はい、実際もうちょっと手術が悪い方ですと劇的に変わったのがもうこの時点で体験することができるっていうことですね。ありがとうございます。はい、私自身以前その矯正をしたことがあったのですが、はい、徐々に前歯の出っ張りが気になっていたので、はい、実際に今回このデータで見る限りやっぱりちょっと出ているんだなっていうのが、はい、分かったりだとか、はい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 、あと私も以前その矯正をする前はすごく歯並びが悪かったので、はいはいはい、一気にそのアフターで自分の未来の綺麗な歯を見るっていうことができるのはすごく楽しみでワクワクするなと思ったので、すごいこれは楽しみでいいなと思いました。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではイルニード総合歯科グループの理事長であり統括院長である山内先生にインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、毎日たくさんの患者さんが来院していると思われますが、その秘訣は何だと思いますか？取り組みとしては、なるべく削らない、なるべく痛くないような、治療を心がけるようにしています。また歯医者さんは怖いというイメージもありますので、なるべくそういうイメージにならないような取り組みはしているつもりです。結構イメージとしては怖かったりだとか、ちょっと厳しいのかなっていうイメージはあるんですけど、このイルニード歯科さんの歯医者さんは皆さんそんなこともなく、常に皆さんニコニコで優しく接してくださるのですが、はい、その秘訣などございますか？やっぱり医療従事者として、健康で心が健康ではないと、やっぱり患者さんを健康にできないっていうことなので、なるべく先生方にストレスのかかんない職場環境を提供しているつもりです。患者さんにも迷惑をかけてしまいますので、極力ストレスのないような、環境を作るように心がけています。
それでは最後にこの動画を見ている方々にメッセージをお願いします。はい、承知しました。地域の皆様に最適な歯科治療を提供するために日々、研鑽させていただいているつもりです。初めて、いらっしゃる方、今通っていただけている方も今後もどうぞよろしくお願いします。本日は貴重な機会をありがとうございました。ありがとうございました。